ガンモドキ。はい、どうも、デビルです。はい、今回なんですけれども、海外のね、ハッカーさんの情報をまた仕入れたので、ちょっと皆さんに共有したいなと思ったんですけれども、以前ね、海外のハッキングとかチーターをまず取り上げたんですよね。知らない方のために伝えておくと、ハッキングとかチーターっていうのはね、ゲームを自分優位に進めるように、改ざんしてね、プログラムを改ざんして、まあ、支障をきたしてるような人たちですよね。はい。で、まあ、そういう関連で、今回ね、X に、僕の X にマジで助けてくれという DM をちょっと海外の方からもらったんで、まあ、みんなにもね、こういう現状があるんだよということを知ってもらいたい。そして、願わくば、やっぱ運営さんに届いてほしいなと思って、ちょっと動画を上げさせてもらいました。はい。ちょっとこちらなんですが、まあ、X のフォロワーがね、10万人以上ということでね、割と大物の方だったんですが、おそらく日本語訳してるので、ちょっと変な日本語にはなっているんですよね。はい。で、まず運営はもう何もしてくれないんだと、はい、いうことでかなり嘆いております。日本と海外のサポートに運営さんに連絡したけど、もう全く何もやってくれないということで、そもそもまず嘆いていて、じゃあちょっと待ってくれ、何が起きたんだと、はい、どうしたのって送ったら、まあこういう動画が来ましたと。はい。で、これ結構珍しいんですが、この人が独自で入手したね、ハッカー目線の動画ですね。はい。ハッキングをしている人目線の動画ということで、もう今なんかゴムゴムの雷をやったじゃないですか。そしたらもうみんな相手バーンって倒れましたよね。はい。で、このね、左側のなんかさ、紫となんか銀の盾みたいなのあるじゃん。これがね、ちょっとハッキングの、まあ、なんていうかマークというかね、はい、そういうプログラミング改ざんしてるよみたいな印らしいんですよね、これがね。はい。で、もう味方さんも怒って、お前やめろやっつってね、はい、シロオデンとか、ペドロがもうやめろやっつってやってますけれども、こんな感じでスキル打ちまくってますけれども、まあ、こんな感じのそのハッキングが、もう常日頃から、はい、行われていると。もう、まあ、日本でも本当にたまにね、稀に報告はあるんですけれども、まあ、海外はその日ではないと。この人が言うには、もう、僕がね、なんか、トップ10プレイヤーがじゃあもうそんな感じなんて送ったら、いや、そんなことない。トップ50がもうそうだと。はい。上位の50人がもうハッカーだと。はい。まあ、これはちょっと、持ってんのかなとも一瞬思ったんですけれども、これちょっと信憑性まだわかんないんですが、まあ、それぐらいその人にとっては、まあ、今海外でひどい状況なんだよということを、伝えたかったんだと思いますけれども、まあまあ、こういうね、その今見てるようなハッカーさんが、まあ、さんつける必要ないね。ハッカーどもが、もうのさばってたら、そりゃやる気しないよね、これね。でね、今みたいな人たちに対して、まあ、運営さんは対処してないかというと、そうでもないらしいんですよ。ちゃんとアカウントを停止したりとか、してるらしいんですね。ただ、何事もなかったかのように戻ってくると、はい、いう感じなんですよね。だからまあ、アカウントを変えたりとか、わかんないけど、もう一回普通に消して、再インストールしたらね、できるのかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、またね、結局戻ってくるらしいんですよ。こういった現状もあってね、なんかこう、運営さんは海外に耳を貸さずに日本ばっかり対処してると。我々海外勢をおざなりにしてると、はい、いう感じで、まあ本当に、怒ってましたね。まあこの人自身ね、めちゃくちゃお金使ってるらしくて、まあお金そんなに使ってるのに、もう海外のプレイヤーには無関心ということで、まあ本当に怒っていたのは、これはさすがにちょっと取り上げたいなと思ってね、はい、今回動画回しまして。で、まあ僕ね、独自で調べる中でもう一つね、ちょっと衝撃的なものがあったんで、こちらちょっと見てほしいんですが、はい、これね、海外の YouTuber が自分がハッキングしているね、ちょうど様子をこう撮影してあげているような感じなんですよね。まあ衝撃なんですけど、これ。まあしかもこう、自分のね、名前とか素性は明らかにしないんですよ。この後ちょっと見てほしいな、ほら。こんな感じで名前は隠してね、めちゃくちゃせこいよね。うん。赤バンされないように名前隠してやってて、で、俺らこんな感じで、いつもハッキングしてるぜ、ベイビーみたいな感じで、ちょっと中二病チックなね、ことをめちゃくちゃしてる。はい、バージュラングで相手全部ぶっ飛ばしたよ、みたいなね。はい、もう、こう、やばくないこれ、本当に。なんか、日本だとマジでありえないよね。うん。こんな人がね、いるんですよ。はい。自分、俺今、ハッキング中でーすみたいな。はい。もうマジで、お前子供すぎないかと。てか、なんなんだろうね。なんか、もうゲスすぎるよね。うん。で、これちょっとね、僕も、いろいろ見てみたんですが、詳細のハッキングの仕方もね、どうやら載せているようなんですよね。うん。ただ、
結構コメント欄では、いや、ちょっとできないよ、なんかどうやってやるみたいな感じだったんで、なんかちょっと、まあ、詳細まではできないかもしれない。ちゃんとハッキングすることはできないかもしれないんですけど、こいつはこうやってやってるぜみたいな、なんか、ハウツー動画というかね、それを上げてたんですよね。衝撃でした、これは。はい、ということでね、なかなか衝撃な感じのものを上げさせてもらったんですが、運営さんに言いたいのは、これマジで早く対処してくれよっていう話はそうなんだけど、正直もういろいろやっていただいてると思います。何もしてねえじゃないかなんてね、ことはもう言わないんですけれども、すごいね、戦ってくれてると思うんですよ。やっぱり赤番したり、ああ、また湧いてきた、これどうして対処したらいいんだっていうのをね、やってくれてると思うんですが、まだまだやっぱり追いついていないっていうのが現状なんですよね。まあ僕の推測ですけど、まあそんな感じだと思っております。で、日本よりやっぱ海外の方がなぜかハッカーが多い。これは倫理の問題なのか、その技術的なね、エンジニアの技術的な問題なのかわかんないんですが、なぜか海外にハッカーが集まっていると。サーバーの問題もあるかもしれないですね。まあでもね、もしこういった動画が、なんかね、いい情報提供に少しでも、なってくれたらということで、今回上げさせてもらったんですが、まあこれいつね、このハッカーどもが日本に来てもおかしくないですから、日本のこのランカーをもう、なんか、トップ10ハッカーで埋め尽くすみたいな、ね、そういう未来が、いつ、我々に訪れるか、わからないのでね、一応なんかね、身構えとこうぜ。まあ今見る限りは、なんかそんな感じではないですね。大丈夫そうかな。はい、実はね、このハッキングっていうのにもいろいろなんかあるらしくて、例えばさっきみたいな敵をなんかバーンって一発でこうスキルを当てられるとか、あとはね、なんか自分の移動速度だけめちゃくちゃ倍速にするとか、もうなんかね、すごいいろいろあるらしい。で、まあ一番ちょっとこうみんなの目を引くようなものが、ダイヤを、最初初期設定で、もダイヤを5000個、バチコーンとね、増やすとか、はい。なんかまあ、正直、それはちょっと、わかるよ!やりたいなって思う!いや、なんか、でもダメだからね。はい。ダメですよ。そんな、バレたら、もう、赤バンされちゃいますし、ダイヤなんてやっぱ、コツコツ貯めないとダメなんだから、あんなの。だからいいんだよ、超フェスを引くのが。コツコツ貯めた自分のダイヤで、なんとか超フェスを引けるのがね、はい、いいんですから、もうダメよ、皆さん。もちろんやり方もね、わかんないんですけれども、まあそういうね、なんかダイヤ増やすとか本当にあんのかな?でも、まあちょっと海外の情報を見る限りは、このサイトで、ダイヤ増やせるぜみたいな、もう詐欺サイトかもしんないけどね。でも実際なんか増やしてるような動画もあったんですよね。はい。まあこれは多分ね、もう基本釣り動画だと思うので、まあ皆さんちょっと別にね、興味、ない人も、興味ある人も、まあ別にその見なくていいと思うんですけれども、そう、こんな感じでね、本当にいろんな、なんかね、ハッキングというものが出回ってるらしくて、これ日本でもしてる人いんのかな?なんか見たことないよね、なんかそういう。僕も、なんかね、本当に、一時期、前の動画でも言ったけど、一時期はね、日本でも結構あったんです。来た、チーターや、みたいな、のがあったんですけど、最近は全くないですね。はい。もう本当に、これは運営さんの努力の賜物かな、とかって思ってますけれども、本当に最近は全くなくて、逆に、日本がぐっと減った分、海外でめちゃくちゃ今増えてるらしいですね。はい。海外の YouTuber さん、僕も定期的に見てますけれども、このハッキング取り上げる YouTuber さん、ね、結構多いです。はい。もう、なんとかしてくれよ、みたいな感じで。ちょっとね、どういう、いきさつでこうなってしまってるのかっていうのも、本当にわかんないんですけれども、どうやら海外がめちゃくちゃ多いと、はい、いうところですね。で、今日 DM くれた人みたいに、そりゃさ、課金してお金かけて、強くなりたいと思って、ゲーム楽しみたいと思って課金してね、お金積み上げてる人に、こんなさ、チーターだらけの環境だったら、もうやる気なくすよね。っていうかもう、お金、ドブに捨てたようなもんじゃん。それはね。はい。なので、ちょっとね、大変だと思いますけれども、運営さんもね、こういう現状らしいですと。はい。もう、すでにご存知と思いますけれども、何かね、ちょっと情報提供の一つにでもなればと思ってあげさせていただきました。はい。ではまた、じゃあね、お疲れ!ハッキングをぶっ壊せ。ハッカーチーター、ハッカーチーターぶっ壊せ。海外のハッカーを。